マーティンエアー495便着陸失敗事故は1992年12月21日に発生した航空事故である。アムステルダムスキポール空港からファロー空港へ向かっていたマーティンエアー495便が着陸に失敗し乗客乗員340人中56人が死亡した。事故機のマクドネルダグラス DC-10 から30。 CF は1975年に製造番号46,924として製造された。事故機にはマーティンエアーの元理事の名前であるアンソニー・ルイスという愛称が付けられていた。1975年11月26日にマーティンエアーに納入され、複数の航空会社にリースされていた。事故機はオランダ空軍へ売却され、 空中給油機の KDC-10 に回収される予定だった。そのため所有者はオランダ空軍となっていたが、運航は引き続きマーティンウェアーが行っていた。総飛行時間は61,543時間で14,615回の離着陸を経験していた。機長は56歳の男性で、1968年1月からマーティンウェアーに勤務していた。 総飛行時間は14,441時間で、DC-10 では1,497時間の飛行経験があった。元海軍のパイロットで、マーティンウェアーでは、マクドネルダグラス DC-10, マクドネルダグラス DC-9, エアバス A310 の飛行教官も務めていた。副操縦士は31歳の男性で1989年4月から、 マーティンエアアに勤務していた。総飛行時間は2288時間で DC-10 では1787時間の飛行経験があった。航空機関士は29歳の男性で1992年2月からマーティンエアアに勤務していた。マーティンエアアに入社する以前はカナディアン航空とスイス航空に勤務していた。 総飛行時間は7540時間で DC-10 では1700時間の飛行経験があった。495便はオランダのアムステルダムからポルトガルのファロへ向かう規定機の国際旅客便だった。離陸前に第二エンジンの逆噴射装置に問題が見られたためアムステルダムスキポール空港を離陸したのは予定より40分遅れの後く4時52分だった。 ファロ空港への到着は7時28分を予定していた。離陸後、495便は巡航高度の3万7000フィートまで上昇した。離陸から2時間17分後、管制官は7000フィートへの降下を許可した。ファロ空港付近の天候は悪く、運転が低く、大雨が降っていたほか、滑走路が浸水していることが報告されていた。パイロットは、 ファロ空港を離陸した TAP ポルトガル航空120便と管制官の会話から空港の南に軽度の降雨があると認識していたが TAP120 便のパイロットはそれは雷雨だったと話した。また TAP120 便の離陸が許可された際の風は150度から24ロットだった。7時24分495便の前方を飛行していた。 マーティンウェア461便に着陸許可が出され、150度から20ノットの風と管制官は伝えた。1分後、管制官は MP461 便に130度から18ノットの風と21ノットの突風が吹く、可能性を伝えた。コックピットの断崖7時31分、高度560フィート付近で自動操縦のモードが CMD から CWS に切り替わった。その後、高度560フィートで自動操縦が解除された。設置する3から4秒前に、パイロットはフレア操作を行い、エンジン出力を上げた。7時33分20秒、495便は滑走路11に着陸した。着陸時の速度は126ノットで、右に5度傾いた状態だった。 着陸の2秒後に着陸装置の警報が鳴り、右出脚が崩壊した。機体は右エンジンと主翼を滑走路に接触させたまま30メートルほど滑走し、その後右主翼が脱落して機体が大破した。事故調査を行ったポルトガルの航空当局は、最終侵入時の効果率が高く、着陸時に右出脚へ許容範囲を超える衝撃が加わったことと、 制限値以上の横風が吹いていたことによって機体に構造限界以上の負荷が生じたことが事故原因だと結論付けた。また、以下のことが事故の要因となったとした。一方で、オランダの航空当局は最終侵入中に機体が予測不能なウィンドシアに遭遇し、それによって効果率が高くなり右主客に過度な負荷がかかったことが事故原因だとした。また、 当局は以下のことが要因となったと結論付けた。2011年2月14日、オランダの新聞社であるアルゲメンダグブラドは研究者のハリー・ホーリングスによって行われた再調査の結果について報じた。ホーリングスは495便の事故はウィンドシアではなくパイロットの重大なミスによって引き起こされたと結論付けた。彼によれば1993年に オランダ航空当局が作成した報告書のブラックボックスのデータは完全なものではなく最後の部分が欠落していた。アメリカンアビエーションサービスの報告書に記載された完全なデータによればパイロットは自動操縦の操作を誤っていたことが示唆されており同報告書ではパイロットへの訓練の改善が求められていた。オランダ安全委員会は ホーリングスの報告書を入手して評価することができなかったためコメントをできなかったと述べた。遺族の支援を行った弁護士のヤン・ウィレム・ケーレマンはマーティンエアーに対して事故の責任を認め追加の保証を支払うよう要求すると発表した。2014年1月13日にマーティンエアーに対する訴訟が集結し、同年2月26日に アムステルダムの地方裁判所は追加の保証の支払いは不要であるとの判決を出した。オランダ当局に対する訴訟は2014年1月20日にハーグで行われ追加の調査を行う必要があると決定した。また2020年1月、ハーグ地方裁判所はオランダが事故の責任の一部を負っているとの判決を下した。2020年9月14日、 オランダ安全委員会は主に着陸装置に関する再調査を開始した。495便の事故は LR 航空1862便墜落事故の数ヶ月後に発生した。致命的な事故であったにもかかわらず、メディアはあまりこの事故に注目しなかった。生存者たちは飛行に関する聞き取りや観察が少なすぎると感じた。事故後、生存者たちは事故機の愛称にちなんだ。 アンソニー・ルイス財団を設立し、2011年5月まで活動した。2016年1月16日、オランダのテレビ局である NPO1 は、イエンバンドックでこの事故について取り扱った。番組の中で、マーティンエアーの元技術管理者は、重圧の中、事故機の着陸装置の交換を延期する書類に3回サインしたと証言した。ありがとうございます。